これ金網でできた金属です。ですから非常にしなやかなんですけども、なおかつ剛性があるということで、普通の紙とかですね、他の素材ではできないような加工がいろいろとできます。その中で私どもが目をつけたのが、折り紙です。花紙の折り紙というものを今 PR させていただいております。折り紙のこと自体を知っている人っていうのは、たくさんいると思うんですけども、実は折り紙だけではなくてですね、この素材はいろんな応用ができます。そこで折り紙の折り方を教えるとともに、これは実はですね、こんなようなアクセサリーもできるということで、今回のですねミラノサロンでは、いろいろ PR させていただいております。やはりミラノサローネは全世界からいろんなアーティストの方々が来ていただけるというのが一番大きな収穫になるんじゃないかなといつも思っています。今まではですね、こちらのですねアーキテクチャーさんからいろんなですね建材関係の引き合いもいただいたりしましたので、全くデザイナーでも、プロダクトデザインの方もいらっしゃれば、アクセサリーのデザインの方もいらっしゃるので、幅広くいろんなところから、ご連絡をいただきました。今回はですね、やはり大きな特徴としては、一緒にコラボしたいなっていう方が、たくさん現れてきたのは、やはり何回か出展してきたおかげじゃないかなというふうに思っております。